そんなわけで隠れ家の建て方とか錬金術を使ってできたりしないかなって。気軽に頼れとは言ったが、独り立ちしたばかりだろ。自分たちの隠れ家作りで早速根を上げるのか。やっぱりそううまくはいかないか。だいたい一人前の錬金術師が作ろうと思い立ったなら、それが何であれまず自分でレシピを想像すべきだ。は？柱なら柱、壁なら壁、いや家丸ごとすらも調合の結果として捉え、そこからレシピを想像する。レシピを想像する、錬金術で作る他の道具みたいに。重要なのは想像と結果を直結させる勘だ。私なら材料は想像を実現するための触媒と考える。私たちの隠れ家、結果、想像、材料、なんとなく分かったかも。あっと、ありがとうアンペルさん。お前が私の独り言をどう生かそうが私の知ったことではない。せいぜい驚かせてみろ。分かった、すっごい隠れ家を作って二人を招待するからね。なんだ。いや何、錬金術師というのはどいつもこいつも可愛いと思っただけだ。ナイザ、隠れ家の直し方を思いついたって本当？小さくても建物だろ、そんな一朝一夕に思いつけるもんなのかよ。適当な思いつきで直してもすぐ崩れるんじゃ。アンペルさんみたいにうまく説明はできないけど、私の隠れ家の完成形をイメージしてみたの。イメージ？そう、家ならどんな感じの材料が必要かってある程度推測できるじゃない。それが分かればどの材料をどう錬金術で調合すればいいかもなんとなく分かってくるわけ。そうなのか。ちょっと待ってよ。これとこれ、必要な材料をまとめてみた。これだけ揃えば隠れ家が建てられる気がする。この材料を作るための原材料もたくさん採取しなきゃいけないけど、この材料から調合、完成までがつながっていく錬金術師としての確信ってやつ、信じてくれる？ま、面白そうではあるか。このメモにあるものを用意すればいいんだな。僕もどうやって隠れ家が出来上がっていくのか興味は湧いたかも。私も採取についていければ本当の仲間に。クラウディア、何か言った？ううん、何でも。私にも何か手伝えることはない？クラウディアには完成後に手伝ってほしいかな。レントとタオのセンスじゃ内装は任せられないからさ。随分な言い草だな。せっかく手伝ってやるっつってんのに。そうだよ、ライザは僕らのありがたみについてもう少しちゃんと認識してほしいな。ごめんごめん、ちゃんとありがたいって思ってるから。それじゃあ私はみんなが採取してる間お弁当やおやつを用意して待ってるね。ほんと？前にもらったクッキー美味しかったんだ。がぜんやる気が出てきたよ。むしろそのためにライザを手伝うのもありだな。あんたらね。あ、そうだ、作った材料の管理は3人に任せていい？ああ、そっか、ライザに持たせたままじゃ
せっかくの材料も錬金術に使われかねないね。そうそう、そういうこと。たく、偉そうに言うなよな。何にしてもやることは決まったわけだ。ちゃっちゃと材料を作って隠れ家を直しに行こうぜ。おお。どうしようかな。どこに入れようかな。うわ、いいか、いいもの、でき、いいもの、できそう。どれがいいかな。これでどうだ。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。よし、できた。おお、いつもなんとなく見てたが、やっぱり錬金術ってすごいもんだね。材料が全然違うものになるなんて、まるで魔法みたい。まだ始まったばかりよ。どんどん調合するからしっかり運んでね。森の広場まで出来上がったものを一つ一つ運ぶのか、とんでもない重労働になりそうだな。いっそのこと森で調合すりゃいいだろうに、なんでわざわざここから運ぶ手間をかけるんだ。集中が必要な調合を野外でできるわけないでしょ。量も多いし、ここでじっくりやらないと。へえ、ライザも本当の錬金術師みたいな物言いをするようになってきたね。ああ、俺も今そう思った。本当の錬金術師なの。もう二人とも張り切ってるライザの邪魔がしたいの。ああ、ごめんなさい。ああ、そういうつもりじゃなくて、俺たちなりに励ましてるというか。本当？半分くらいは多分ね。さて、それじゃ本当の錬金術師の力を見せつけてあげるわよ。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。いいもの、できそう。いいか、いいもの、できそう。どれにしかれでうまくいくかな。悪くないんじゃないかな。どこに入れようかな。いいもの、でき、いいもの、できそう。いいか、いい、どれにしかれで。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。どこに入れようかな。いいもの、で、いいもの、できそうだよ。うわ、いいぞ。どれにしようかな。これでどうだ。さあ、どうだ。できた、バッチリ。どこに入れようかな。いいもの、できそう。いいか、いいもの、で、いいもの、どれがいいかな。どれにしようか。これで、さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。少しは成長できたみたい。どこに入れようかな。うわ、いいか、いいもの、できそうな予感。うわ、どれにこれうまくいくかな。やった、できた。どこに入れようかな。いいもの、できそうな予感。いいもの、できそう。どれがいいかな。これで、さあ、どうだ。できた、バッチリ。どこに入れようかな。うわ、いい感じかも。いいもの、できそう。どれがいいかな。どれがいいかな。これでいい。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。どこ、何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。いいも、どれがいいかな。どれがいいかな。これでうまくいくかな。できた、
バッチリ。この辺りなら安全そうかな。島から近いのに植生が島と全然違うんだよね。なんでだろう。キノコ取ったぜ。もっといるか。この木材作ろうかな。よいしょ。せーの。そのままで使っても薬になりそうだけど。ここから調合でちゃんとした薬にしたいね。何か新しいこと起こるかな。これでどう。こんな感じでいいかな。必要な分はこれで揃ったかな。こんな感じでいいかな。これで大丈夫。よし、これで揃ったかな。これで大丈夫かな。よし、これは必要そうな分全部揃ったね。さて、材料も一通り揃ってあとは組み立てるだけか。運び込むのは大変だったが、しかしなんだ、やろうと思えば何でもできちまうもんだな。想像と現実って意外に近いんだな。ちょっと考えにふけるのはまだ早いわよ。今までは準備で、ここからが本番なんだから。そうだね。でもこの山ほどある部品をちゃんと間違えずに組み立てられるかな。大丈夫。完成した形と部品はしっかりイメージでつながってるから、私の指示通りにして。わかった。改めて思うけど、錬金術師ってすごいもんだね。そうだな。よし、それじゃあ始めるか。ほら、そこ手を休めない。ライザも命令ばかりじゃなくてちょっとは手伝えよ。いいのよ、私は指示出し係なの。全体を見て判断する人が必要でしょ。僕は肉体労働に向いてないのに。みんな、お茶が入ったよ。できた。ああ、できたな。
できたね。できちゃった、本当に。錬金釜も受けたし、書き物ができる机なんかも持ってきちゃったよ。いろいろ持ち込めるでっかいスペースもあるぜ。みんなでのんびりできる私たちの隠れ家。完成だ！よっしゃー！錬金術師様々だよ。俺たちにできること、やったことってのが今目の前にあるんだな。うん、私も少しは手伝えて嬉しい。そうだ、隠れ家の名前は私が決めていいよね。ああ、ライザの錬金術がなければできなかったんだ。文句はないぜ。それでどんな名前にするつもりなの？ライザのアトリエでどうかな。いいんじゃない、飾り気のなさが家主にぴったりだ。一言余計よ、僕は。これからよろしくね、ライザのアトリエ。こうしてアトリエができたことだし、私一つ誓いを立てようと思う。誓い？我がアトリエ完成を機に改めて誓います。私は錬金術師としてもっと上達する。なるほどな。それなら俺は冒険者として、あの山の彼方にそびえる塔を攻略して村の連中に目にもの見せてやるぜ。僕は家の書庫に積み上げられた文献を読破して、そこに記された知識すべてに触れたい。私もいつか誰の前でも、お父さんの前でもフルートを演奏する。フルートか、そういやまだ聞かせてもらってなかったな。誰の前でもって、当然僕らも入ってるよね。うん、頑張ってまず二人の前でも吹けるようになる。ライザの次はやっぱりレント君とタオ君だもの。楽しみだな。あって、ライザの次？もしかしてライザだけもう聞いてたりするのか？まあね。羨ましいでしょう。私が勝手に恥ずかしがってライザだけに聞いてもらったんだ、ごめんね。謝るようなことじゃないよ。そうそう、慣れないうちはライザで十分だろ。ちょっと何よその言い草は。私もみんなみたいに頑張らないと。
まだ細かいものがいろいろと足りないかもな。必要と思ったものをみんなで持ち寄ればいいでしょ。これからはいくらでも置いとけるんだからさ。いいね、それでこそ僕らの隠れ家だ。私も小物とか飾ってみたいけど、いいかな。変な遠慮しない。ここはクラウディアの隠れ家でもあるんだからさ。うん、ありがとう。どうしたの、レント。まさか魔物？そんな、ここには入ってこないはずじゃ。そのはずなんだが、嫌な空気だ。森がざわついてる気がする。言われてみれば、なんだろう。気味が悪いな。背筋がゾワゾワしてきたよ。あっちか。様子見に行ってみる。なんでさ、危険には近づくなってリラさんにも言われてるのに。せっかくアトリエが完成したのに、これじゃクラウディアも安心して過ごせないでしょ。様子を見るだけだ。リラさんに伝える分だけを確認したらすぐに引き返すぞ、ライザ。分かってる、すぐ戻るから。クラウディアはここで待ってて。うん、みんな気をつけて。任せとけって。危なくなった時の逃走方法は一番最初に叩き込まれたからな。とにかく慎重に、慎重にね。ええ、行くわよ。慎重かつ大胆に。何が起こるか楽しみだな。よーいしょ。場所が変わると取れる木材の種類も変わる。どういうのがあるといいんだろう。やあ、そういや島にはあまり鉱石ってないよね。全くないわけじゃないけどさ。ちょっと厳しいんじゃない。おりゃ、いくよ。そこせっ、いくよ。今だ。じゃ、行けーな。行くよ。せっ、ライダー、隙を作って。今だ。行くよ。せっ。もう終わりかよ。また一つ強い。まだまだ強い。ちょっと。森中で気配がざわついてるのに、見た感じは何も変わってない。確かに変だね。何が起きてるんだろう。おかしいのが確かならもう帰ろうよ。その何かが起きてからじゃ遅いんだしさ。
なんだ、こいつ。魔物は、なんか、すごい魔物だ。なんなの、こいつ。体が、震える。はっ。全然聞いてねえ。クソ、どうすりゃいいんだ。逃げないとダメなのに、足がすくんで。クレラ、なんだ、どうした。逃げた、それとも逃がしてくれた。早く、今のうちだよ。早く逃げよう。逃げなきゃ、逃げるよ。一体何だったのあれ。わからんが、今はタオに大賛成だ。他にもいるかもしれない。注意しながら逃げるぞ。後だよ、早く島に戻ろう。どうしたの。そうだ、アンペルさんたちなら何か知ってるかも。後で行ってみよう。というわけで、せっかくのお披露目も台無しになっちゃって。クラウディアにはさっき家に帰ってもらったけど、このままだとまたあそこに行くのも難しそうで。あの広場が安全だって確認できるまで迂闊に隠れ家としても使えないしな。二人ともあの魔物について何か知らない？絶対普通じゃない感じだったんだけど。さっきから難しい顔で黙りこくってるけど、やっぱり怒ってる？わざわざ見に行くなんて無謀なことしたのは謝るよ。でも、いや、よく無事に戻った。それだけでも教えた甲斐はあった。え？確かに無謀だが、奴らと出くわしてなお戻ってこられた事実はそれだけ大きい。奴ら、やっぱりあの魔物について知ってるんだね。ああ、村での聞き込みでは成果がなかったから、ここは無関係と判断しかけていたんだがな。これだけ遺跡が散在していながら伝承一つないのは考えてみれば不自然だ。何か理由があるのか。アンペルさん？ん？すまん。遭遇した場所は小妖精の森なのは間違いないんだな。ああ、アトリエからそこそこ離れた場所だった。逃げた方向も全然違うと思う。なるほど。しかし奴らはどこから来た？石膏が遠出をするとも思えん。北側のあそこか。しかしあれは奴らと戦う側のはずな。リラ。ああ、構わんぞ。ん？すまんが、今すぐ隠れ家に案内してくれないか。いいけど、いずれ二人にもお披露目するつもりだったし。
よし、では行こう。奴らへの対処はできるだけ早い方がいい。ここが私たちの隠れ家、ライザのアトリエだよ。おお、なかなか立派なものを作ったな。さて、どうだ、リラ。幸い、この付近に痕跡はないな。森の中でのより詳しい再調査が必要だが。森とその近辺の再調査か。ライザ、部水を承知で頼むが、この隠れ家に私とリラを見張りとして住まわせてくれないか。アンペルさんたちをアトリエの見張りに？俺たちにとっちゃ願ったり叶ったりだけどよ。島の方の家はどうするんだ？村での暮らしにこだわりはない。引き払うだけさ。もともと私たちは旅ガラスだからな。それに奴らや遺跡を調査するにも対岸のここに本拠地があった方が便利だ。その奴らのことは？すまんが、もう少し状況をつかむまで待ってくれ。迂闊に話せることではなくてな。わかった。でも万が一の対処の仕方は教えといてくれよ。当然だ。生還は喜ばしいとして、無謀のツケはしっかり体に叩き込んで後の戒めとしなければな。そうだ、クラウディアにも話さなきゃ。クラウディアん家にも行ってみよう。よし、いいものができたかな。ほう、新しい装備品か。自分に向いた方法で強化を図るのはいいことだ。うん、私は錬金術師だし、道具を作って自分とみんなを助けるって役割が向いてるかなって。役割か。それを分かってきたのなら、私からも一つ仲間たちと一緒に戦う方法について助言してやろう。おお、お願いします、リラ先生。一人で戦うのと違って、仲間がいる場合はそれぞれ役割を決めて動くといい。前に切り込むもの、盾となって防ぐもの、補助に回るもの、そういう役割を明確にすると何事にも対処がしやすい。なるほど。各々の役割が決まれば、その役割に見合った装備品を揃えるといった方針も立てやすくなるはずだ。装備品の材料は無限ではない。闇雲に作るのではなく、効率的に仲間を強化することを考えて作るんだ。ところでさ、前から気になってたんだけど、あれって何なんだろう。このアトリエを作る前からここにあったんだよね。捨てるのももったいないからそのまま残してて。ちょっと見てみよう。うん、この辺りの地図なのかな。書きかけみたいだけど、何百年も前この広場に家を建てて住んでた人が書き記したものなんじゃないの？
なんかロマンあるね。そうだ、せっかくの地図だし、私たちも利用させてもらおうよ。でもこれ書きかけだよ。だから私たちが完成させるの。行った場所をどんどん書き足していってさ。あとどういうところだったかコメントも残したり。面白いと思わない？いいね、やってみよう。